女子高生の子が SNS で、えー、その内田理子殺人をしたと言われている女の画像を使ったことそれを勝手に使ったことに腹を立ててこの内田理子が初対面なんだけどもっていうか、まあ、知らなかったということであ,なんだいうことであって会うっていう前にその前にお金を要求する10万円振り込む振り込まれなかったことに対して会う。 それが初対面だと言って監禁暴行車で皿に乗せてで川に連れて行って川の橋の上から連れて行って突き落としたで本人は突き落とととととしててないいいいうふうに皆さん思思ってるというとこだと思いますどうやらこれもうそんな単純なものじゃなくてもともとこの SNS 女子高生が。 あの使っていた SNS っていうのはどうもエロ系のまあ,あの男性で X とかで見たことあると思いますけどなんかこうエッチな感じで誘って でくるわけですよね。なんか、暇ですか暇じゃないですかとか、私のエッチの画像を、みたいな形で誘導して、それを有料で売るみたいな、そのような SNS だったんじゃないかっていうことです。その時に、その本人の女子高生の名前でやっていたって顔で、 っていう風なんですねでもこれが本当に被害に遭ったその人のものなのかはたまた勝手に名前を使われたのが分からないそこ,こがまだ。なので多分はっきりで 出せないっていうことだと思うんですけど。で、そこに、その、アイコラみたいな形で、コラージュみたいで、内田理子の顔の写真が使われていた。で、それだから、まあ、激怒して連絡をしたっていうことみたいです。で、そこが、本当に本人がそうしてたのか分からないです勝手に誰かが作って、その被害者の顔とか名前で作って、そうだったっていう可能性もあるので、 だけどもまあそうやって言われたことに対してお金を払うという約束をしたとここがどうだったかっていうことですねそうなってくるとちょっと話の様相が変わってくるなということなんですでまあそれはまあまあまあ置いといたとしてもうこの内田理子とかこの19歳の A 子っていうものの付き合っている男が現役の暴力団説なんですね地元のそのタイミングでまあ 特定構想して暴力団系の22歳のヤクザの男が特流という形でつつもとわせ的なことで逮捕されるという事件があって、それで本部事務所にガサが入っているっていうのが時を同じくしてあるんですよね。それとここの関係っていうのはまだわからないんです。で、まあ、そのようなグループが、まあ、いじめだったり、恐喝だったり、 そのエロサイト系を使って何かやっているっていうことがこの旭川では蔓延していてそうなってくるとここの数ヶ月前に女子中学生が行方不明になって自殺する亡くなるっていうようなことがあってここはまた後に私しっかりお話ししたいと思いますただまだ確定的なことがないのと